天ぷらを食べてもらってるっていうより自分の人生のこの生き様を食べてもらってる感覚です。天ぷらっていうのはいい意味で使われてこなかったんですよ。腹を隠してるとか本音を出さないっていう時に紳士っていう言葉を昔は使われたりしたんですけど、僕の場合はやっぱりその衣に穴がいっぱい開いてるので、その色が透けて見える色であったり、これ見ていただきたいっていうか面白いあれなんですけど、この火傷なんですけど、昔の頃は下手くそなんでいっぱい立ってビョンって鍋のこの縁から溢れて飛んで、こう靴下の上からジューってなるんです。今日はちょっと春の食材を天ぷらのコースとして揚げさせていただきたいと思います。衣が濃いとか薄いとかやっぱり最初は難しいので、僕たちでもやっぱり安定しない時があるぐらい繊細なところなので、濃い時は少し衣をつけた後たらーっと衣を落としてもらって油の中に入れてもらって、素材が持ってる以上に素材の味がするっていう、ここに尽きると思います。食材のそれぞれを生かすための服っていう感覚で衣を作っていたり調節しています。衣がいいと油がうまく育つ、そうすると食材がよく引き立つっていう、全部つながってるんで、スタートは衣なんです。切れる包丁で仕事するとか性能の差に出てくるっていう考え方をまずしてほしいんですね。一人でこうカウンターでやるっていうことにすごく喜びを見出せたっていうことと、お客さんに出したものっていうのはもう一期一会なんですよ。そのままやり続けるってことが一番良くないことだと思います。考えてやった失敗っていうのは必ず身になるので、失敗は成功のもとってなんか日本ではよく言いますけど、それが本当に上手くなる秘訣だと思いますし、楽しむことを大切にしてほしいなと。新留秀治です。天ぷらに人生捧げてます。